東口前景、羽鳥駅は、茨城県小美市羽鳥にある、東日本旅客鉄道両番線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅である。互いのホームは、古戦橋で連絡している。二番線は、通過待ちの列車が使用する。指定席券売機、水イ対応自動改札機が設置されている。 石岡駅管理の業務委託駅。2006年3月3日に導入された、もしもし券売機カエくんは、2012年2月21日をもって営業を終了し、代わりに多機能券売機が導入された。もしもし券売機カエくん導入時に、緑の窓口は閉鎖されており、当駅で指定席券を購入することができなくなっていたが、2015年2月10日に、 指定席券売機が導入され、一部の列車を除いて、再度指定席券の購入ができるようになった。常磐線の東京圏輸送管理システムによる運行管理は当駅までである。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1797人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅東側で、 宅地開発を行っている。京上駅舎化工事の作業スペース確保に伴い、仮設広場が整備され、東口は2017年8月1日、西口は同年9月5日に供用開始された。京上駅舎及び自由通路全面供用後は、駅前広場の整備工事が実施されており、歩道や一般車、バスタクシー、福祉車の乗降場などが整備される予定である。 石岡市安里地区北部方面への路線バスとおみたま市、コミュニティバス、おみたん号が発着する。おみたま市唯一の駅で同市の代表駅であるが、市内の地域によっては、最寄り駅が市外に所在している場合がある。当駅は、上り、石岡、土浦、上野方面、下りとともに、日中は、おおむね1時間に2本の普通列車が停車する。ありがとうございます。